第10コマの動画、事例の紹介の動画2。地域で課題解決に取り組む企業、地域商社山口です。この動画では地域課題の事業化にチャレンジしている事例として、山口県にある地域商社山口株式会社を紹介します。地域商社山口は山口県産の食材や加工品を山口県外へ販売し、得たお金を山口県内の生産者に還元することで、地域経済の循環を促し、生産者を支援している会社です。地域商社山口のミッションは、食を通じて山口を多くの人に知ってもらい、身近に感じて生活の中に取り入れてもらうことで、生産者と共に地域を元気にすることです。地元の生産者の人たちが商品に込めたこだわりや思いが詰まった商品を全国の消費者へ安心・安全にお届けするため、地域商社山口が地域内の生産者と地域外のバイヤーと消費者をつなぐ役割を果たします。また販売活動を通じて得られたマーケットの情報を生産者に提供し、マーケットニーズに合った新商品開発を提案・支援するなど、単なる商社ではなく生産者に寄り添い共に成長することを目指して活動しています。続いて会社設立の経緯を見ていきます。設立の背景には、山口県産品が抱える3つの大きな課題があることが分かりました。1つ目は少量多品種です。山口県には生産量日本一を誇るような食材がなく、また農地の狭さや従事者の減少等により一大産地化を図ることも難しいという課題があります。2つ目は高額な物流コストです。少量多品種であるという特徴や、国内最大の消費地である首都圏から離れているため、輸送コストを販売価格に転嫁した場合に競合他社との価格競争に勝てません。3つ目は知名度の低さです。皆さんが山口県の食材について質問された時、思いつくものは何がありますか？首都圏エリアの消費者向けにインターネット調査を行った結果、ほとんどの方がフグという回答で、フグ以外の食材を挙げた方はいませんでした。皆さんはスーパーや百貨店で商品を選ぶときに、わざわざ知名度のないものを選ぶでしょうか？次に、山口県の生産者が抱える課題です。生産者の方は、少しでも多く商品が売れる可能性がある首都圏等の大都市圏へ販路を開拓したいと考えていますが、現実には商談まで至らないケースがほとんどです。課題の一つ目は、自社単独での売り込みの難しさです。バイヤーは、中小企業が個別に持ち込む商品をすべて検討することは不可能であり、そもそも面談のセッティングすら困難な状況です。また、生産者の側から見ても、首都圏等の大都市までの高い交通費を支払い、売れるかどうかわからない商品を売り込みに行くことは困難です。二つ目に、世の中に数多くの類似商品がある中で、時代のニーズに合った商品を開発する人材がおらず、さらにニーズ自体を収集する術も持っていません。結果的に中小企業の社長の多くは、長年の経験と勘を頼りに商品を開発しています。中にはヒットする商品もあるかもしれませんが、非常に失敗するリスクが高い状態になっていると言えます。さらに、生産者に山口県の地域商社ができたら利用したいかどうか、また地域商社に期待することについてアンケートをしたところ、約 87% の生産者が利用を検討したいと回答しました。地域商社が特に期待される役割としては、商品開発を通じたブランディング、生産者の代わりに地域外で売り込みを行う営業代行、
物流コストを削減するための物流支援が挙げられました。一方でバイヤー側にニーズがあるかどうかについても事前にヒアリングを実施しました。結果としてバイヤーは地域産品に興味を持っているものの、単品の商品の持ち込みを望んでおらず、多様な山口県産品をまとめて提案してほしいというニーズがあることが分かりました。山口県産品や生産者の課題を解決し、バイヤーのニーズに応えるため、山口県と地元金融機関である山口銀行の共同構想のもと、2017年10月に地域商社山口株式会社が設立されました。地域商社山口の事業は、ブランディングや品質管理を軸とした生産者の支援と、山口県産品を生産者に代わって地域外へ売り込むためのプロモーションおよび営業代行、商品の受発注で構成されています。地域商社山口が地域内の商品を仕入れ、地域外へ販売することで得たお金をまた地域内の商品仕入れ資金に充当するサイクルを繰り返すことによって、地域の生産者を元気にする仕組みです。このサイクルを回し続けていくためには、消費者が買いたいと思う魅力的な商品の開発や継続的なプロモーション活動が必要となります。それでは地域商社山口の具体的な取り組みを見ていきましょう。まずは新商品の開発です。生産者の加工商品にはこだわりやストーリー性が十分にあるにもかかわらず、その魅力が商品パッケージに表現されていないため、消費者にその商品の良さが伝わらず、売れていないものが多くあります。また食文化の変化に応じた内容量の変更などの商品改良が行われていない、マーケットニーズなどの情報収集ができていないことが原因で商機を逃すケースも多くあります。そこで地域商社山口が生産者とともに新たな商品を開発し、食材を作る生産者のこだわりや食材のストーリー、商品の利用シーンなどを分かりやすくするための商品改良を行っています。開発・改良した商品は山口三つ星セレクションとしてオリジナルブランドを付与し、食へのこだわりが強くギフト商品を好む富裕層の女性をメインターゲットとしてブランディングを行っています。山口三つ星セレクションに認定する要件はいくつかありますが、原材料に山口県産品を使用していることを要件とすることで、商品が売れるほど県産品が流通する仕組みになっています。次に地域外へ販売するための販路開拓活動です。生産者の商品を生産者に代わって首都圏等で開催される商談会への出展や、百貨店や高級スーパー、セレクトショップなど地域産品を販売している小売店への売り込み活動を行っています。また2020年7月には商品を直接消費者へ販売する EC サイトジモットを開設し、より多くの消費者に山口県産品を販売できるように販路拡大を行っています。販路開拓においては、単なる商品販売にとどまらず、商談相手であるバイヤーや EC サイトで商品を購入した消費者のレビューを生産者にフィードバックし、商品改良や次の新商品開発に生かすマーケティング支援も行っています。最後に地域内外へ山口県産品の魅力を発信するプロモーション活動です。パッケージの改良などによって商品の魅力を伝えることも重要ですが、商品そのもので表現できる魅力には限界があります。商品がどこで作られているのか、どんな人が作っているのか、どういう食べ方をすれば一番おいしく食べられるのかなど、商品だけでは伝えきれない魅力をプロモーションの専門家と連携して効果的に発信しています。以上が地域商社山口の取り組み事例の紹介です。冒頭説明した通り、
地域商社山口では、山口県産の食材や加工品を山口県外へ販売し、お金を山口県内の生産者に還元することで地域経済の循環を促し、生産者を支援しています。この仕組みを維持するためのポイントとして、単に商品を仲介するだけではなく、県産品の課題や生産者、バイヤー側の課題を整理し、それぞれの課題を解決する機能を備えていることが分かりました。地域課題を事業化するためには、ターゲットの困っていることをきちんと整理し解決していくことが重要です。